大石奈緒。まずは大石、今日最初の一投、外側から、おっと一品残りました。こちらは7番ピンが残っています。対角線上からこちらもスペアでまとめました。はい、さあこちらどうだ、大石、はい、来たストライク、こちらもストライク、続きました。大石、藤井さん、はい、大石選手ですが、はい、前回シーズンは6ショットからの勢いを生かしきれなかったので、今回こそはと話していました。そうなんですよね、前回第10シーズンは6ショット60点満ということであります。フォームの修正をしたということですよ。さあそしてこちら大石はどうだ、こちらは9本カウント。大石はこの1本を取りに行きます。危ない危ない危ない、よーっとギリギリ。大石はいつも左右のレーンの差でちょっと苦しむのでかもしれないですね。なるほど、少しずつ少しずつ修正しているんだと本人は話していました。さあ大石、先ほどはこちらストライクでした。おっと8本、大石は2本残しています。はい、こちらも早いですね、きちんとスペアでまとめました。大石もノーミスで来ています。力入りすぎないようにうまく投げた。なんとこちらは9本、なかなか乗り切れない大石、1本残しています。はい、これは乗りませんでした。大石もきちんとスペアを重ねています。さあ大石はここまで4連続スペアですので、そろそろストライクが欲しい。あ、追加、なんとか1本後ろが倒れてくれました。105ピン差に迫ってきましたよ、森投手。迫ってきました、しっかりスペア、大石ここは絶対に落とせない。大石ノーミスを続けます。どうでしょう、そろそろストライクが欲しい。来た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 、来ました。大石は次の左側の37番レーン攻略でしょうね。はい、森はもう田を引き離しています。小林芳美全部持ってきて、小林芳美のミスマッチっていうのもまだ計算上成り立ちましたよ。さあ大石追いつけるか。なるほど、まだまだかすかにチャンスはある。いった、飛んで、バーッと、やっぱりね、藤井さんが言われた通り、やっぱり両方のレーン攻略できてないですよね。片側だけ。大石の大金フレームはスペアです。さあ大石追いかけられてますからね、さっきと同じようにストライク、こっちのレーンは来てますからね、こちらのレーンはストライクが来ている。頑張れ、どうだ、はい、来たストライク、はい、来たストライク、掴んでいるこの右側38番。さあもう一つ来るか、200アップを狙う。もう一歩取った、入ったまで194、どうしたんでしょうね、連続ストライクがね、このゲームは見れなかった。大石はこれを取って194。Cグループの戦いは236ピン、素晴らしいスコアで小林芳美が準決勝進出を果たしています。よかったです、左のレーンなんか一回もストライクないですよ。もう自分では分かんないですね、もうあと何をしたらよかったのかっていうのが、いろいろねやったつもりだったんで。